も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今ホットな曲をやります。100日後に死ぬワニ、皆さんご存知でしょうか。今これが結構話題になっております。この100日後に、死ぬワニ、ご存知ない方、Google とか Yahoo でちょっと検索してみてください。こういう面白いムーブメントが一個ありまして、それにこう関連する曲として出てきているのは生き物がかりの生きるという曲でございまして、本日はこの生きるをガズレレ流簡単バージョンでウクレレでやってみようと思います。これはですね、今なかなかホットな曲ですんで、思いっきり、しかもこれ春とかね、桜とか出てくるんで、季節的にもバッチリ。大いに歌っていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超キチンプル簡単バージョンをやります。後半は原曲に基づいた感じで、ちょっとこうまったりした、ちょっと三連のアルペジオ、三連の曲なんですよね。またふっくらした感じが出せるようにしたかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、歌いたい曲、思いっきり頭の中ぐるぐる流れまくってる曲を聴いたりね、カラオケ歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾きながら歌う弾き語り、ぜひ皆さんこれ、ぜひ体験していただきたい。これ最高に楽しくてハマるんですよ。本当に面白いです。なんだけど楽器苦手だなとか、私やりたいけどちょっと不器用なのはどういう人多いんですけど、安心してください。ウクレレがありました。他の楽器はちょっとなかなか難しいけど、ウクレレだったらすぐできます。なぜだ？簡単だからです。弦も4本しかないし、ちっちゃいからいつでも触ってられて。で、始めたらわかるんですけど、簡単なんだけど奥が深いんですよ。だから、もうちょっとってやってるうちに、もうどんどん音楽のね、楽しさにね、もう本当にもう、ハマっちゃうと思いますんで、もう夢中になります。ぜひ、始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこういうリンクあります。リンク先の、上から順番に動画を見ながらウクレレ触って、一緒にやってるだけで、どんどん弾いて歌えるようになります。もうできたってすぐなると思いますよ。ぜひ始めてください。これ YouTube ですからね、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホとかタブレットを見れるし、お家によってはテレビでも映すことができます。それ見ながら無料ですよ。 YouTube はぜひ始めてください。で、この教則本もね出てるんですよ。 YouTube で完全連動です。深めたい方はさらに深められます。とにかくやってみましょう。今の時期いいと思います。はい、じゃあリンク貼ります。初心者ですね、ここ行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画、超簡単レッスン動画として1100曲以上の動画がもうすでにアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の集める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、どんな曲でもウクレレ1本で簡単に弾いて歌えます。さっきのリンク先のところに行くと、歌手検索、曲名検索、ジャンルボックスからも選べたりなんかするようになって、もうどんどんこれから音楽聴くだけじゃないよ、やるのがもっと楽しいよということでやってます。皆さんどの音楽やりましょう。それでは早速歌ってみようと思います。生きる生き物がかり、100日後に死ぬワニのテーマソング、まずはシンプル簡単バージョンやってみます。もうすぐ春だね、桜は咲くかな、大切な人たちにもう一度
手を振って笑いたいな。もうすぐ春だね、桜は咲くかな。君の笑顔を思い浮かべたら、なぜかな、泣けてきたよ。時が来たよ、生活地だな。またいつか会おうね。綺麗な春だね、世界は素敵だ。僕のことを忘れないでいて、なぜかな、泣けてきたよ。生きるガズレレリューシンプル簡単バージョンやってました。もう対策ですよね。ちょっとね、長尺なんですけど、できる限り簡単でやってきたんですけど、ちょっと見慣れないコードが出てきたと思いますよね。安心してください。しっかり解説していきます。で、これね、今のバージョンでもショートカットバージョンなんです。フルでやりたい方は2番のコードとかこう歌詞書き足していくとフルバージョンできるようになりますんで、やってみてください。テロップと一緒にできた方もやっぱりノートに書いて自分だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるようにガズのノートを写したいと思います。まずこれイントロがこう始まるんですけど、いきなりこれね、このコード。これはいきなりね、見たことねえやん、これって思うんですけど、ちょっと後で解説します。これはなるべく簡単にできるようにしてますんでね。あと、これくるっと囲ってる下の段にあるやつは後半やるかっこいいバージョン出てきますんで、ちょっとこの辺はお見知りおきよということで、イントロここから始まって、サビからいきなり始まりますね。そんな感じになってます。はい。まずこんな感じでやるんですけど、感想がこう、ラララララっていうところ、ここちょっとだけ長さが、表記が変わってますけど、テロップと一緒に確認しながら見ていってください。ここは後でフレーズ弾くんで、後でね、解説しますんで、あんまり今は気にせずに。ひとまず一時停止でお願いします。ちょっと見づらいなという方は、動画のテロップを一時停止してメモってくれてもいいと思われます。はい。ひらがなで書いたりね、こう言葉のタイミングを測るには、このガズのノートの方がちょっと見やすいかもしれませんということでございます。はい。じゃあ、どんどん行きます。こんな感じかな。はい、コードがね、結構変わってますね。はい。はい。で、ここにも書いてあるんですけど、ここまで行ったらサビに戻るから、ここサビをやって構成ね。その後このブリッジパート、ここだね。時が来たように言って、そこからこう最後のサビに流れたというガズレレショートカット、オリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。はい。で、最後の最後来たらここ、ラララララに戻ったということになっております。でですね、コードの解説見てください。今日コードね、めっちゃ多いんだよね。一応シンプル簡単コードにはしているんですけど、まずね、この3つは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんですけど、今のやったシンプル簡単バージョンでこんだけ出てくるんですけど、この2つは見慣れないコードなんで、ちょっとね、解説しておきましょう。まず、ここから簡単コードからいきます。C、Am、A7、FE ね。Dm、D7、G7、E7、Em7。ここまでは、いつも出てくる、今ね、これ赤く囲ってるところ以外は入門コードなんですよ、これ。これはですね、いつも言ってるやつです。これ、ドン！ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレを覚えようと思って、ウクレレで音楽やりたい、ウクレレと一緒に歌いたいという方が、一番最初に覚えてほしいコードのグループです。コードっていうのはこういう音の要素があるんですけど、これがね、ほんとね、星の数ほどあるんだけど、とてもじゃないけど、そんな覚えるのもちょっと大変なんで、まずはこのウクレレの超基本入門コードを覚える、そのグループが、
このガズレレ必須ごと、ガズが勝手に命名しておりますけど、10個ぐらいあるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらこう指1本で押さえられるコードもあるので、1個ずつ見たら簡単。ただし10個一遍に覚えようと思うときにちょっとコツがいるんで、以前ガズがめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられるようにしている動画ここに貼っておきます。ここでガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい。では今日はこのガズレレ必須コードじゃないところの解説をどんどんしていきます。CAUG って書いて C オーギュメントと言います。どこで出てくるかというとね、ここに1回出てくるだけなんですよね。A メロのちょっとここ。こう一個ずつ下がってます。C、A、G。ちょっとやってみましょう。まず押さえる場所。C の場所と、ここね、4弦の1フレット。だから、こう。これ流れていくと、曲の中だと、Am から C、A、G に行って、C に行って、だんだん下がってくるイメージ。これかっこいいです。よく出てきます。これ。これは比較的簡単だと思います。で、イントロで出てきたこの、D シャープだね。D シャープ。イントロでこれが出てきた。D シャープ。はい。これ一回しか出てこないね。D シャープね。あ、ここじゃねえ。あ、これだ。ここだ。はい。D シャープ押さえる場所いきます。ちょっとね、ちょっと頑張ればできる。ここと、ここと、ここ。この三つ。だからこんな感じになる。こんな感じ。はい。これがいい響きですね。はい。D シャープ。はい。今のこれをやって、今のシンプル簡単バージョンやってみます。この2個のコードがちょっと難しかったかなということでございます。はい。じゃあ、ここから。かっこいいバージョン。入っていきましょう。かっこいいバージョン。さらにね、コードが足されますね。どんどん解説していきますが、まず簡単なやつからいってみよう。この一番上の G7 サスポ。これはね、結構簡単。G7 サスポって普通のまず G7 押さえます。三角形の G7。小指見ててください。はい。ここ足したら、はい。G7 サスポ。抜いたら、ただの G7。これ、イントロでこれも一回出てくるだけなんだよね。G7 サスポから G7。これは比較的簡単です。これはね、やってください。やってください。そして、その次どんどん行きまーす。これもね、よく出てくるんだよね、ガズレレでは。Gm7 ってこれです。Gm7。はい。Gm7 は押さえましょう。ここと、ここと、ここですね。だからここ2つこう押さえなきゃいけない。だからこのぐらいギュニョッとこう反らせるっていうね。このぐらいこう角度つけてください。で、ここちょいと足す。Gm7。これがね、サビで出てくるんですけどね。かっこいいんですよ。はい。どんどん行きましょう。今日一番、注目のコードは、この G シャープ星。これも最近よく出てくるな。これ、まあ、ガズレレではいつもこれ、このコードネームで言ってる G シャープ星。ガズレレオリジナル表記です。これはですね、どこで出てくるかというと、このブリッジのところなんだよね。ブリッジのパートの、ここでまあ、一回だけ出てくるんですけど、これやってみましょう。まず押さえる場所。サンフレットの C の場所。C の場所と、ここと、ここなんですよ。ここと、ここと、ここ。こういう風に、中指が、あ、じゃない、人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦。こんな風に押さえるのがいいと思います。はい、これなんとも言えない響きなんですけど、この4弦も弾くんですよ、開放弦を。そして、こう、もう一個の押さえ方は、ここ、こういう風にピタッて3つ押さえてちょいでもいいですけど、まあ、どっちでもいいと思います。G シャープ、ブリッジで、不意にこのコードが出てくるんでね、要注意ということでございます。で、あと、じゃあ、リズム、全体的な曲のリズムなんですけど、まずね、3連なんですよ。3連っていうのは、この曲は、普通、1、2、3、4じゃないですか。3連のビートっていうのは、タタタ、タタタ、タタタ、タタ、普通は、じゃん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 とか、じゃ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 なんだけど、3連っていうのは、タッタッタ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 、ということなんで、前半とか、曲の中では2つの、大体弾き方があると思うんですけど、1個は3連のアルペジオ。3連のアルペジオと、3連のストロークですね。たまにドンドコドンとか入れちゃったりなんかして。これは手首をこう柔らかく使ってやるんですけど、まず3連のアルペジオはですね、ちょこちょこ出てくるんですけど、ちょっとこの数字を見てください。これ弦の数字です。1弦と4弦を同時に弾いて、次3弦、次2弦、次1弦、また2弦、3弦。この順番で弦を弾いていくってことなんですよ。まずじゃあ左手 C を押さえて、右手見ててください。1弦と4弦同時に弾く、次3弦、2弦、1弦、2弦、3弦。これを繰り返す。1音と C。1音同時に弾いて3、2、1、2、3、1音3、2、1、2、3、1音3、2、1、2、3、これが基本です。はい。で、3連のストロークはもう、なんていうか、もう、ほとんど説明しようがないっていうか、だん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 、アクセントがつくとか言ってます。こう、ここテロップ書いてみます。トトト、タトト、トトト、タトトみたいなイメージ。トトト、タトト、
でたまにこう躍動感を入れるためにトントントンタントコトントントコトンタント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 ンタントコトントン、そんな感じですね。トトトタトトトトトタトト、この3連で、これね速くなりがちなんで、リズムがね、なるべくこうエンジンブレーキをかけながらこうゆったり感で、リズムをキープするというのがいいと思います。で、ちなみにこの3連のアルペジオの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から3連のアルペジオという動画を探して、動画でちょっとマスターしてください。これはね結構楽しくできると思います。これはどんな曲でもできるってわけじゃなくて、例えばプリンセスプリンセスの M とか3連のビートの曲にしか合わないんでね、どんな曲でもダメですけど、これできるようになるとまたちょっとねかっこいいっていうか、ちょっとヴィンテージ感もあって素敵だなと思います。この生き物係で生きるはまさにあの3連の典型的な感じのビートなので、これやっていきましょう。ストロークの方もねこうゆったり感に安定していくのがいいと思います。で、一応ザーッと言っとくと、このコードがこういう風にかっこいいバージョンと簡単バージョン変わってたり、ワンブロックにコード4回弾くとか、こうなると不意に出てくるんで、その辺はお見逃しなく。そして今日要注目なのはここなんですよ、このフレーズ。A メロの1番に入るときに、キメが1回入ります。これをですね、ちょっとこうテロップに書いとこうかな。まずね、フレーズなんですけど、2弦の1から始まって、次、2弦の0、次3弦の2フレット、また2弦の0、また2弦の、3弦の2フレット0。つまり、メロディーだけ弾きます。そう、こうなります。わかる？ 2 弦の1、2弦の0、3弦の2、2弦の0、3弦の2、3弦の0。このフレーズを Am 押さえたまま全部やるって考えるのがいいと思うんですよね。で、そうすると全部弾きます。そうするとこうなります。はい。つまり最初の1っていうのも F ですよね。だけどちょっとこれ表記あれなんで、Am 押さえたまんま2弦の1、2弦の0、3弦の2、2弦の0、3弦の2、0。だからこれほとんど開放弦弾いてるようなイメージなんですけど、イメージはこうよ。このメロディーを弾きたい。それ Am を弾いたまんま。これ2拍3連というリズムなんです。しかも、でん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 。でん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 、こんな風。ここちょっとね、やってみようか。ラー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 、ちょっと早めね。ラーラーラーダン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 、ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 、こんな風。でん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 、こんな感じで、キメを入れてみようと思います。もう一回やろうか。こうですよ。ラララララララ、ワン、ツー、サン、ハイ、ラララララってなっていきます。ダン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 、決め、ここはね結構こう気持ちがいいところ。やってみましょう。100日後に死ぬワニというね、こうなんとなくこう人生というか生きるとはなんだということを考えさせられるこのテーゼで、ツイッターで話題になったシリーズなんですけど、なんかそれと重ね合わせるとね、またこうなんかな、グッとくるんですよね。はい、皆さんその感覚ちょっと味わいながらね、やっぱりフィーリング、感情を込めて歌っていきましょう。それでは生き物係で生きる100日後に死ぬワニのテーマ曲、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、
から一人で言えなかった気持ちばかり胸に残る大切な人たちにもう一度手を振って笑いたいな。もうすぐ春だね、桜は咲くかな、君の笑顔思い浮かべたらなぜかな、泣けてきたよ、来たよ、せっかちだな、またいつか会おうね。綺麗な春だね、世界は素敵だ、僕のことをないでいて、なぜかな、泣けてきたよ。せーの、ワニ生き物係の生きる100日後に死ぬワニのテーマというか曲なんですけれども、やっぱりね、こう、うん、ね、桜を見る、生きてるからこそだという感じで、今まさにこれ桜の下で歌いたいですよね。はい、大いに歌っていきましょう。はい、ガズレレ最新情報いきます。まず今度使ってるウクレレ、このウクレレ今事前予約注文再開されました。ウクレレの方の詳細はここにちょっとリンク行ってみてください。事前予約できます。今いろんな種類が出てますから、もうコンサートサイズとかフレットの数とかピックアップありなしとか、ぜひご確認ください。で、引き続きこっちのね、これがいいんですよ。これはね、リュック型ウクレレケースです。でもこれはウクレレというか楽器ケースには、まあとてもじゃない、ガズレレのプリントが入って、オリジナル商品なんですけどね、これかっこいいです。ビジネスマンの方もこう横持ちでスーツの方にもぴったりなって言って、これもね、今こっちはもう今絶賛発売中でございます。これはね、ホームページでご案内してますんで、ガズレレ .com のホームページ見てください。ホームページ見たらこれキャップとかね、いろんな T シャツだとか、もうこのストラップ、ウクレレストラップとかも販売してます。いろんなものを販売してます。ガズレレってグッズがいっぱいあるんですよ。あともう一個、そのホームページ関係で言うと、アプリがあります。ガズレシピと言います。これ無料バージョンと有料バージョンがあって、無料バージョンはひとまず皆さん落としておいてください。で、これどんどんこちらパワーアップしていく予定でございまして、皆さんお持ちのスマホやタブレットにぜひインストールしておいてください。ガズレレ .com でよろしくご確認くださいということです。あとはね、リットミュージックのこの2冊の本、黄色い方は100曲、緑は50曲。とにかくこの本がもう今ね、大好評いただいております。ありがとうございます。もう累計5万部に迫る勢いでございまして。はい。この本の、ね、特徴はね、簡単楽しい、楽。これがいいですね。どんどんご活用して、ワイワイ楽しんでください。次、第3弾が出る予定で今作っております。夏前に出ますんで、お楽しみにしてください。さあ、こんな時だからこそ、ウクレレで、音楽を楽しんで歌って免疫力アップして、周りにも笑顔を届ける。それが素晴らしいと思います。どんどん音楽やっていきましょう。ありがとうございました。さよなら。